どうも白石秀則です。このチャンネルは田舎に住む43歳の音楽家でシンガーソングライターの白石秀則と猫3匹との生活や音楽制作、映像制作、そして自分の音楽の経験談を話してみたり弾き語りをしてみたり自分のオリジナルを披露しているチャンネルでございます。よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。今日もですね、ザスト見ていきたいと思います。今日はですね、シャープ 7-1 3次審査結果発表の続きをね、見ていきたいと思っております。なんか昨日はね、ちょっと選ばれなかった人の気持ちになっちゃって、ちょっと後半全然リアクションができなくなってしまったんですけど、まあ今日はね、ちょっと明るくね、結果発表していきたいなと思っております。でね、昨日なんか僕最後のクレジットとかあんまよく見てなかったんですけど、目も悪いし、昨日パッと見たら、なんと僕の大好きな映像作家さんがエンドロールに入ってましたね。最後クレジットで名前があってびっくりしました。大石さん大好きな映像作家の方で、私監督されたマザーファッカーという映画もね、試写会行きまして、そのマザーファッカーっていう映画、それもねドキュメンタリーなんですけど、すごくいい映画で、あるロックをずっとやっている男の人がいましてね、僕より年上のね、で自分でレーベルを立ち上げて、アンダーグラウンドをサブカルっていうんですかね、超ねこだわりがあるロックをされている谷口潤さんという人がいてですね、谷口潤さんと奥さんもバンドされてて、奥さん僕と同じ年なんですけど、でその2人とその2人の間にできた息子さんのドキュメンタリー、生活を追うドキュメンタリーなんですけど、すごくいい映画で、でその奥さんとバンドやっているベースの方は僕知り合いで、昔ねザ・レッツゴーっていうバンドをされてて、すごくかっこいいねベーシストの方いるんですけど、その方もちょっと知り合いでね、まあ、音楽を長くやっていると業界の人もね知り合いが増えてですね、本当よくつながるんですけども、今回もまさかねザストの撮影をしているのが大石さんで、びっくりしました。ドキュメンタリー撮るの得意な人なんで、なるほどなという感じはしたんですけど、本当なんか試写会まで見に行った監督ですから、本当なんか運命をね感じました。というわけでザスト本編シャープ 7-1 見ていきたいと思います。ではいきます。せーの、ポチリ。黒田龍平、このものすごい恐ろしい才能のキャパを生かしていってほしいなと思って、その期待も込みでの1位です。2位、大山天。ダンスとラップ、シンプルな言葉で言うそれが素晴らしいっていうのはクオリティファーストだよね。表現力すごい。ステージの上では一番自由に歌って一番自由に踊っているように見えましたし、アーティシズムすごい発揮してたなぁと。とってもダンスの上手いラッパーっていうのに明らかになっているというのをすごく感じました。集団の中でこそ輝くものを持っているというのを感じました。何せ素晴らしいパフォーマンスでした。ソータくんもね、やっぱりダンスすごいし、まあ僕目力が大好き。翔太くんはまああんな奇抜な格好をしてるけどね、クレバーだからね。俊斗くんは即戦力やし、龍平くんはもうでしょうねっていう。で天くんは表現力豊か。6位は上村レオ。おお、レオ君。1位からこう発表していく中で、なんか本当に呼ばれんのかなみたいな、呼ばれないかもしれないみたいなドキドキがあって、もうほっとしたっていうのが一番最初の感想ですね。ダンスが上手い子もたくさんいるので、まあ、そういうところから、まあ、ダンスのスキルだったり、まあ、歌うも上手い子いるんで、まあ、いろんな人からいいところを盗んで、まあ、自分にしかない個性を出してっていう風にいろんなものを盗みながら全てをこうバランスよく成長できるようにしていきたいなっていう風に思ってます。7位発表します。7位、古いエラン。ランくん、結果7位だったんですけど、1位からだったかが悔しいんですけど、まあ、本当に昨日の自分の1位っていう順位が正直まあ自分の中でもピンときてなかったんで、
まあ、これが本当のこうしっかりと審査してもらった中での順位なんだなっていうのを、まあ、はっきり分かることができたし、まあ、プラスやっぱその分自分の課題っていうのが見つかったんで、明確なそこに向かってしっかりと練習できるこうモチベーションを受け取ることができたので、そこをもう合宿までとそこからでしっかりと伸ばせていけたらなというような結果でした。はい、なんかいい顔になってきたよね。8位発表します。川島瑠衣。お、瑠衣くん、僕が8位ってなんかもうそんな順位もらっていいのかなって思って、まあ、今回は自分の持ち味 その色気とかそういうのをまあちゃんとグループ審査の時とかも出してソロの時の審査の時も出したから、そういうのはもう持ち味として使っていきたいなと思って、そういうところが良かったと思います。9位、溝口大輝。自分が思ってたよりは少し明日だったけど、もっと上になれるように、まずスカイハイさんに言われたことをちゃんとやることと、いろんな人と触れ合っていく中でいろんなことを経験すると思うんで、まあ確かに喧嘩とかももしかしたら起こるかもしれないし、もしくはめちゃくちゃ仲良くなってなったりもしますし、いろんなことがあると思いますけど、それを乗り越えたからこそなんかいいものが作れるっていうか、そう思うんで頑張りたいと思います。クソ楽しみですね。超楽しみですね。10位、三山亮輝。おお、亮輝くんね。嬉しい気持ちと一安心の気持ちもすごくあるし、でも一番強いのはちょっと悔しいなっていう気持ちがありますね。まあ、順位的には下がってしまったし、まあ、パフォーマンスもこう褒めていただいた部分もあったんですけど、課題もいただいたので、そこを合宿までに自分の中では最低限消化して合宿に挑もうかなと思っているので、そういう面では素直にめっちゃ喜べるっていうよりは、あ、まだ頑張んないとみたいな気持ちですね。まあ、もちろんぶつかる面とかはあるかもしれないですけど、これからでも人間性としてはみんなすごくやっぱ素敵な人たちなので、仲良くやれたらなと思ってます。大丈夫、超かっこいいから。11以降が死ぬほど悩みました。11位を発表します。マナト。池上ジュノ。あー、ジュノ君、まあ、まだ呼ばれてなかったんだ。当然でしょ。やべえかな、声やばいかな。ありがとうございます。ありがとうございます。二次審査の段階でも、わあ歌がうまいと驚いたんですけど、それから聞かせてもらうたびに驚きの度合いが上がる一方で、今回のグループパフォーマンスでは本当にびっくりしました。鳥肌が立ちました。曲でもこんなに歌いこなせるのかと、すごい新しい一面見せてくれてありがとうございます。僕は歌もダンスもまだまだ未熟なので、このオーディションを通してどんどん成長していけたらなと思ってます。ここが分からない。ノーハットの、あー、じゃあ首やった後、あー、首やった後、
れる。このビリポビリポビリポでこのままこのままでこの感じ。ただいろいろな感動があったから、そういうエモーショナルな部分を抜きにしてみるのが本当に大変だったけれども、見るたびに見るたびに、しかもあれだけ異なった曲調の歌にあれだけ丁寧に歌を乗っけて、そんなに経験がないと言ってたダンスもやるたびに上手くなっていって、あ、なるほど、あの成長期っていうのは10代の早い段階だけに来るものじゃないんだなっていうのを間近で見させてもらってます。ちょっとこのペースで伸びてくれたら一体どんなアーティストが生まれるんだろうって、期待するだけでワクワクが止まんない、そういうアーティストだと思います。ありがとうございます。どうかこれからもよろしくお願いします。頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。本当すごいと思う。鳥肌立つ。めちゃくちゃびっくりしました。僕2次の結果順位出た時は23位とかだったんで、11位になってまさかそこで呼ばれると思ってなくて、15位に入りてえな、15位までには入りたいなと思ってたんですけど、11位にもなれてたのですごいびっくりしました。大人数でなんか生活するみたいなのは修学旅行とか以来なのですごい楽しみはありますけど、どんな試練が待っているのかすごいドキドキしてます。顔もいいし、あの喋ってる声もいいよね。うん、いい顔してる。12位。折戸俊介。ありがとうございます。素晴らしいパフォーマンスでした。歌だったりダンスだったりラップだったり曲も作って、今日は表情を作って、人がパフォーマンスって言われた時に想像する大抵のことを全て高いレベルでできるっていうことの得意さ、恐ろしさ、ものすごい才能だなと思いました。なんかいろんな人はジャンルをつけたがるじゃない、いろんな人に、ラッパーでもダンサーでもシンガーでも、今の君だったらオールラウンダーみたいなことを言われるかもしれないんですけど、そういう言葉ももはや陳腐かなと思っています。適当なジャンル分けでくくられる人にならないでほしいし、くくられない存在になれると思っていますので、期待しています。ありがとうございます。もう率直に嬉しい気持ちでいっぱいで、でも呼ばれないと思ってずっと椅子にこう座ってたんですけど、自分の名前が呼ばれた時にえっと思って、なんかちょっと声出なくて全然はいみたいな感じになっちゃったんですけど、未だにちょっとなんか信じきれないっていうか、みんなのスキルがすごい高い中に自分が入らせていただいたっていうのは本当にありがたいことだなって今思ってます。13位小刻みに行くねなるほど。ああ、ちょっと僕の期待している人が何人かまだ呼ばれてないです。でもね、半分だからね、選ばれるの。ちょっとまだ次回すぐ見たいと思います。明日また公開すると思います。はい、ジュノン君やっぱ歌がね、3曲とも全て高いレベルで全て違う歌い方をできている。で、全て違う乗り方ができていて、見る限りダンスも才能あるし、顔もなんか味があるし、喋ってる声までいいっつってね、
ヒロン君いいですね。もちろんね、大輝君もね。あと、ラン君、レオ君はもうイケメンだな。なんかその、顔面がっていうよりもなんかその、顔面プラス雰囲気がもうなんか、いいよね。出来上がっちゃってる。で、リョウキ君はもう、大丈夫。もう、かっこいいんだもん。かっこいい。男性。大丈夫。かっこいい。今日はね、徹夜明けなんで、あんまりこう言葉が出てきませんが、まあ、ナチュラルに感動させてもらっています。ちょっとポジティブにね、あと3人かな、まあ、しっかり見てね、また選ばれなかった15人の顔もしっかり次回見て、目に焼き付けて、でね、これからもその人たちを追っていけたらなと思います。今日はね、短い動画になりますが、本当に今日もありがとうございました。また明日会いましょう。白石秀則でした。ブン!No, I won't stop.